皆さんこんにちは、トッティです。今日はトッティのダイビングお悩み相談室というテーマで、ダイビングのマスク、水がちょろちょろ入ってくる問題、これをね、原因と、対策方法をお届けしていきたいと思います。で、僕もですね、ダイビング始めた時ずっとね、マスクにね、ちょろ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 水入ってたんですよ。で、どのぐらい入ってたか、多分1年、始めてから1年ぐらいずっと入ってたと思うんですけれども、まあ、インストラクターになってもまだちょっと入ってて、まあね、その時、プロっぽいかっこいいね、黒いスカートのマスク、使っていて、まあ、鼻に水入ってるのバレないように潜っていたんですけれども、まあ、その後ね、お客様に、水入ってる人に、その悩みをね、解消するべく、まあ、ちゃんとそれに向き合って、いろいろ考えていったんですけれども、まあ、そのマスクに水が入る原因っていうのはもう決まりきっていて、まあ、いくつかあるんですけれども、それを全部潰せば、マスクに水入ってくること全くなくなります。本当にちょっと鼻に入ってる感じ、あれがなくなるだけでもダイビングすごくね、快適になりますので、こっそりね、マスクに水入って悩んでる方、今日の動画で解消していただけたらと思います。で、マスクに水が入る原因は、主に8個あってですね、この8個の原因を、それぞれ潰していけば、もう水は絶対入らないと、言い切っていい状態になると思いますので、一つずつ原因と対策方法を、お話ししていきたいと思います。はい、まず一つ目ですね、すごいこれあるある、髪の毛がマスクの中に入り込んでしまっている状態。まあ、見てもらうのが一番早いかなと思うんですけれども、こういう感じですね。見えるかな、ここにめっちゃ髪の毛入ってますよね。はい、これ良くなくてですね、まあ、このマスクのシリコン、これで顔にピタッと密着して、水が入ってこないようにしているんですけれども、まあ、髪の毛がそのピタッとマスクフィットしている部分を、顔の中までこういうふうに横断してしまうと、そこに段差ができて髪の毛水がね、滴って、ツーッと入ってきてしまうと。で、これですね、よく見られるのはマスクの付け方なんですけれども、陸上でねこういうふうにつけてる人、これね、かなりの確率でこの後マスクつけると、髪の毛入ってしまいます。まあね、もうすでに髪の毛こういうふうになってるところにピッて下げるだけなので、もうガンガン髪の毛入ってる感じですね。これ良くないです。まあ、なので一番いいのは髪の毛ちょっとね、水で濡らしてこういうふうにね、上に上げて、でその状態でマスク当てて、そうなるともう入ってない状態になりますので、マスクストラップ後ろに、持ってくる、まあ、もしくはこれがちょっとやりにくかったら、もう最初からつける前からマスクをね、上からつけるんじゃなくて下からつけるイメージですね。下から、はい、下に下げて、その状態で髪の毛かき上げて入れると。はい、これで前髪しっかり出ますので、この時ね、注意点一つありまして、女性の方、髪の毛長い方はこの横からめっちゃ入り込むんですね。横もだいぶ注意なので、まあね、髪の毛かき分けながら指でね、こういう風に触っていけば分かると思いますので、この時グローブとかつけてるとね、感覚分かりにくいので、グローブする前にマスクつけることをおすすめしたいと思います。はい、これでバッチリですね。はい、じゃあマスクに水が入ってくる原因その2、マスクのこのスカート部分の巻き込みですね。どういう状態かというと、こうね、上のところがこういうふうに巻き込むっていう人ね、あんまりいないんですけれども、横のところがこれ見えますか、これ内側にね、ベロンって巻き込んでしまう、これあるあるなんですね。これやるとかなり大きな隙間、開くので、水入ってしかもボボボボボってもう止めどなく水が入り込んでくると。で、なんでこういう付け方になるかっていうと、まあ、これもあるあるで、
マスクつけるときに最後ね、マスクをこうやってガボって上げてつける人、そうなるとね、わかります？段差めっちゃできる、あ、段差じゃない、巻き込みできてしまうんですね。まあ、なのでスカートが、あまりね折れない範囲でちょっとだけ浮かしてこういう風に上下して、調整すると、まあ、なので初心者の方よくあるあるなんですけど、ガボッとやってつけようとすると、まあ、やっぱり巻き込みできてしまうので、あまりマスクを上げずに微調整していきましょうというのが対策方法になります。で、次ですね、豚っ鼻、3つ目は豚っ鼻。これもねめちゃめちゃあるあるなんですけれども、マスクのつけ方ですね。まあ、豚っ鼻どういう状態かっていうと、わかりますか？マスクつけてるときにこういう状態、マスクが上に上がって鼻の下がねビャーンって上に引き伸ばされてる状態、こうなってしまうとマスククリアしてもしても水がピュッピュッピュッって入ってきてしまいます。まあ、なのでこの下の鼻にねマスクが突っ張ってないようにしっかり下目につけてあげましょう。下目、下目に、はい、下目につけるとしっかり顔シーリングされます。鼻のところもね、マスクに当たらなくなりますので、こういう感じでしっかりつけてください。ただ豚っ鼻はですね、最初しっかりつけていたのに水中入ると途中でね豚っ鼻になる、なってくるっていうのがあって、原因はですね、水中で息吐くときに鼻からも一緒にっていう風に、呼吸されてる方たまにいるんですけれども、これですね鼻から息出てるのでポコ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 下がこういうマスク動いてる状態ですね。で、まあ、マスクっていうのは中に水も、水じゃない、空気入ってるので上に上にこうやって持ち上がろうとするんですね。なのでちょっとマスクが緩かったりして鼻息が出てたりすると途中からこういう風にぐーって豚っ鼻に、はい、なってしまいますので、まあ、もし水中でなってしまったらその場でねマスク、バコって外すことないのでそのまま下にこうやってずり下げてもらって元の位置に戻してもらうと、その後マスククリアしてね、綺麗に水が抜けるようになります。はい、で豚っ鼻にならない対処法としてはまず鼻息を出さないようにすること。鼻息、まあ、鼻息ってね陸上でも、若干出ているもんなので完全に止めるっていうのはね最初結構生理的に難しかったりするんですけれども、意識してね口からしっかり吐くようにする。ため息をつく感じですね。あとは小さい声でうーと言いながら、息を吐くと、そうすると口からしかね、息出ませんので豚っ鼻回避することができるようになります。豚っ鼻めちゃめちゃ多いのでねちょっと気をつけてみてください。 あとね、裏技としてはマスクをちょっとだけきつめに設定をしておきます。まあ、あんまりきつくするとねダメっていうのは後で解説していくんですけれども、ちょっとだけきつくすることによって、まあ、ちょっと鼻息が出てたとしても、まあ、締める力が強いので上に上がっていきませんっていう感じですね。まあ、なので口呼吸する練習とともにちょっとねストラップをいつもよりきつめにしてあげる、これでね豚っ鼻解消できると思いますので、ぜひやってみてください。はい、で今ですねマスク きつすぎるのも良くないですよっていう話したんですけれども、これも水の入ってくる原因に、なります。どういう原理でね水が入ってくるかと言いますと、まあ、マスクねもうパンパンに締めます。もう顔にもう頭ちょっと痛くなるぐらいパンパンに水入ってくるの不安なのでね、パンパンにしますよね。そうなると、まあ、みんなここにほうれい線あるわけなんですよ。でマスクをつけた時きつすぎると、まあ、顔がねこういう風になってしまうんですね。真ん中に、集まってしまうと。でその時に、まあ、ほうれい線元からシワ入っているので笑ったりしたらね、シワできますよね。まあ、それと同じ原理でお肉が真ん中に集まることによってほうれい線にシワ入ります。でそこから水がね、ちょろ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 鼻のところにねずっと入ってくるという感じなので、まあ緩すぎても豚っ鼻になりやすいし、きつすぎてもほうれい線のシワができてしまって水が入りやすいので、
適度な、ね、調整方法が必要ということになります。まあ、これねちょっと自分で確かめるのね難しかったりもするので、最初つけてみてガイドとかにね、きつさ、マスクのきつさどうですか、私こういう悩みがあってちょうどいい、フィッティングしたいんですっていう風にね、相談すれば、適度な、きつさ相談乗ってもらえると思いますので、ぜひ、やってみてください。で次はストラップの角度ですね。まあ、頭まっすぐ、あるとして、マスクがこういう状態、こういう状態でついていればしっかりね顔にフィットするんですけれども、ストラップがねこれ下に向いてしまってると、要は耳にかぶってるとか、後ろの方やたら下がっていると、まあ、そうなるとマスクの状態、まあ、こういう感じになるわけなんですね。で、このまま潜るとどうなるかっていうと、まあ、マスクは無駄に力がかかってない方向に動きたがるので、まあ、鼻のところがこういうふうに浮く感じになります。はい、そうなると分かりますよね、豚っ鼻になっていったり、まあ、そもそも下の部分のシールがね、弱くなるので水が入ってくることが、多くなってしまいますよ。逆にですね、このまっすぐ状態から上になってるとどうなるか、今度ね上がちょっと開き気味になってしまうんですね。はい、でもね上っていうのは、そんなに傾く、幅がないので、まあ、結構後頭部のところにこういう風にかけるのがいいかなと。なのでまっすぐからちょっと上目のところにかけましょう。上に行きすぎて水が入ってる人は、今のところあんまり見たことがないので心配しなくていいかなと思います。真ん中からちょっと上目で、しっかりマスク調整して、つけてみてください。では次ですね、マスクの砂かみ、これどういうことかと言いますと、このマスクってねプラスチックのフレームの部分に、このシリコンがね、ちょうどよくピタッと張り付いて、まあ、水が入ってきませんよということなんですけれども、このねマスクとシリコンのスカートの間に、砂が挟まり込んでしまうことあるんですね。どういうシチュエーションでよくあるかっていうと、ビーチダイビングした時に、上がってきて下が砂砂、そこにマスクバーンって置いといて砂だらけになってると、まあ挟まっちゃうんですねこの中に。はい、そうなるとまあシリコンがね、プラスチックからちょっと浮いてる状態になるので、そこから水が入ってきてしまいますよと。あとはまあその砂地のポイントでね、すげえ巻き上がってるとか、そういう時にもまあ若干こういう風に砂って上からね、積もってきてちょっと溜まったりするんですね。それがうまい具合に中に入ってしまう、間に入ってしまうと、水が入ってくる原因になりますので、そうですね、今まで言った髪の毛、スカート巻き込み、豚っ鼻、ストラップ角度、ストラップきつすぎ、緩すぎ、はい、これ全部解消してみて、それでも水が入るようだったらマスク一度分解して、掃除してみると結構ねゴミとかね砂入ってたりするんですね。これが原因のパターンもあるので、全部試してダメだったら、これやってみてください。ただこれマスクのプラスチックのフレームの部分外すときに、まあ、マイナスドライバー突っ込んだりね、して爪をパキッて外したりして分解するんですけれども、無理にやってしまうとね、その爪がパキッて折れてしまったり、フレームがね、パキッて折れてしまったりするので、ここら辺の分解は十分に、ご注意ください。もし、心配だったらですね、一度、ダイビング機材扱っているね、お店に行って、分解洗浄お願いしてみるのもいいのかなというふうに思います。で、ここまで全部やってですね、分解洗浄もしてそれでも水入ってくるよってなると、もうこれしかないっていうのがありまして、そもそもマスクが顔に合ってないというものですね。これね、まあ、メーカーが日本人の顔に合うように、まあ、シリコンねいろいろ試行錯誤して、まあ、最もいい形であるだろう、形状にね、作ってくれてるんですけれども、それでもね小さめマスク大きめマスクとかね存在するんですね。まあ、僕もね、そのダイビング始めて1年間ずっとマスクに水が入っていた原因っていうのは、実はねこのマスク顔に合ってませんよっていうことだったんですね。まあ、僕顔が大きいので
まあ通常のマスクなんかかっこいいつけてたんですけれども、まあ入ってたんですね。でちょっともうマスクダメだなと思って新しいの変えたんです。大きめのね、なんか一眼マスクのね、かっこいいやつに変えたらもうピタッと水入らなくなったんですよ。で、僕はねそのインストラクターに、なるまでにしっかりなってから、ちょっとしてですねしっかりそのなんで マスクに水が入るんだろうっていうことで、まあ今ね僕が言った対策ようなものをね全部潰していったんですね。それでも水入ってくるからもう分かんないって放置していたんですけれども、このマスクを変えてみるっていうのでもう一発で解消することができました。まあ、なので、先に述べたね髪の毛、スカート巻き込み、ブタッパな、ストラップ角度、ストラップきつすぎ、緩すぎ、砂髪、はい、ここら辺ねやらないで買い替えるとあ、まあ、もったいないで変えてもまた水が入ってくるっていうこともありえますので、先に言った原因全部潰してそれでもダメだったら、マスク新しいの購入してみてください。で、まあ、一番いいのはお店に行っていろんなマスクフィッティングしてみて一番フィット感が高いものを選ぶのがいいのかなというふうに思います。まあ、この時通販で適当で買うとねまた失敗してしまう可能性ありますので、マスクに水が入って困っているからマスクを買い替えるという方はぜひお店に行ってマスクいろいろ試着してみてこれだっていうのをちょっとね使ってみてもらいたいなというふうに思います。で最後オプションなんですけれども、フードかぶってる時ですね、はい、この時に水入ってくるっていうのもよくあるので、最後に一つ補足しておきますと、まあ、フードこういう風にかぶってますね。でその上からマスクをガボッとつけて、このマスクのフードの中にマスクのスカートの中にフードがこういう風に入り込んでしまってる場合、その時ねだいたいここら辺のところで段差ができてしまいます。フードが中に入ってるゾーンと入ってないゾーンっていう感じで、つまりこういうふうに段差ができてしまうので、その段差のところから水が入ってきてしまうので、フードかぶってその上からマスクするときは髪の毛同様フードもね全部出してあげてください。はい、これもね上だけじゃなくて横のところもしっかり全部出して、マスクのスカートをフードで覆う形ですね。これだと段差ない状態になりますので水入ってくるのを防ぐことができますと。はい、ということでここまでマスクに水が入ってくる原因と対処法いろいろとねお話しさせてもらったんですけれども、最後にねマスクをつけた状態で水が入ってくるのか来ないのか陸上で確認する方法、ダイビング直前に確認する方法っていう裏技がありますので、それをお伝えしていきたいと思います。はい、まず曇り止めしっかりしてからね、マスクつけていきます。でマスクを正しい位置でしっかりつけた状態で鼻から息を吸い込みます。これね結構苦しいんですけれども、しっかりね水が入ってこない状態だと鼻からってやるとマスクがね顔にねピタッと張り付こうとするんですね。マスクが動くぐらいに、こういう状態になっていればもう水が入っても、絶対ちょろちょろね入ってきませんのでいい状態ということになります。でこの時にマスクしっかりつけてるのに鼻からねずーっと息を吸い込める場合、マスクがね顔にピタッとひっついてこない、この時ねちょっとしっかりピタッと、ついてるかね、手でもこうやって押さえながらという感じで、吸い込んで、それでもずーっと空気が入り込んでくる、ということはですね、水が入ってくる可能性が高くなってきます。まあ顔の形状によってね、陸上でつけてる時まだ水圧もかかってないのでぴったりフィットしてないから、それでスーッと若干入ってくるっていう場合もあるんですけれども、まあ、ある程度そこはね手で少し顔にこういうふうにマスクを水圧の代わりに押してあげる、
で その状態で鼻で息を、うん、で吸い込めば、この確認方法を使えますので、これでね事前に確認することができます。で、まあ、僕たち普段ねお客様たくさん案内してるわけなんですけれども、まあ、このね、まあ、全部ね対策やってそれでも水入ってくる方、あれですね砂の入り込み確認するときにマスクちょっと枯れていいですかって言って、お借りしてカウンつけてうんってやって、まあ、確かめたりするんですね。で、これがね結構ね、効果的にいつも、水が入ってくる来ないの合否が、分かりますので、この方法ぜひね一度試してみてもらえたらなと思います。で、あと、まあ、マスク選ぶときですね、お店に行っていくつかマスクつけて選ぶときもこの方法結構使えますので、ぜひ試してみてください。ちなみにこのねストラップつけてない状態でも顔にしっかり貼り付けば、マスク落ちてきません。という感じですね、これでフィッティングできますので、こういう技もぜひ試してみてもらえたらなというふうに思います。はい、では最後に、一つ皆様に、お伝えしておきたいんですけれども、このマスクに入ってくる水って、舐めちゃいけないんですよ。まあ、僕ね1年ぐらい水入ったまま潜ってましたっていうふうに、ね、言ったと思うんですけれども、まあ、騙しやってて、まあ、慣れてはくるんですね。ただ、まあ、自分にストレスがかかってない状態で、まあ、ちょっと鼻に水入ってくるぐらいは全然いいんですけれども、他のことが、原因で、まあ、水中でね他のことでストレスがかかってしまいました、耳抜けませんとかね、もう息切れがすごいですとか、そういうふうに他のことでストレスがかかってきた時にこのマスクに入った水っていうのは大きくねそのストレス具合をねさらに増大させてきますので、まあ、ダイビングはね楽しむためにはストレスをいかにねこういう風に取り除いていくか、まあいいじゃんマスククリアすればっていう方もいるんですけれども、本当に細かいところまで見ていくと、もしもの時、あとは普段何もない時でもマスクに水入ってない方がね絶対楽しいんですよ。これはね間違いないです。ストレスをいかに取り除いていくかっていうのがダイビングをしっかり楽しめる秘訣になってきますので、このマスクにね水がちょろちょろ入ってくる問題、かなり多くの人がね悩まれているのかなと思いますので、今日の動画でね、ぜひ、解消していただいて楽しいダイビングライフを送っていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。